弘前大学をお願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミンです。今日は弘前大学について解説します。皆さんいいですか、これ弘前大学ですからね。先日関西学院大学を関西大学って言って大炎上したんで、ちょっと読み方については今後も気をつけていきましょう。最初に詳細情報解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はいつも通りこんな感じですね。基本情報といたしまして、所在地青森県弘前市となっています。設立年でいうと1949年と、この年に設立した大学非常に多いですね。大学の新制度が導入された年になります。学部としてはこんな感じになっています。こちらについては後ほど一つ一つ偏差値等を見ていきましょう。学生数は5000名ちょっとという大学となっています。中規模な大学ですね。学費といたしましては、こちら国立大学になりますので、こちらで固定になります。2年目からは入学金はかからないので授業料だけとなっています。3つ目、偏差値について。偏差値大体50前後となっています。どの学部学科も大して変わらないですね。こんな感じです。ただ医学部医学科だけはずば抜けて高い偏差値となっています。残りの学部学科もこんな感じです。こちら動画を止めてご覧いただければと思います。4つ目、有名人と。有名人はですね、合計で20名います。歴史もあって規模もまあある程度あるんですけれども、有名人ちょっと少ないかなっていうところですね。ただやっぱり偏差値低くない大学なので、まあ、代表取締役社長であったりだとか、あとはアナウンサーが多いですね。これがね、偏差値低い大学だとスポーツ選手だらけになるんですよね。5つ目、就職実績と。就職実績として公開されてるのは主な就職先ぐらいですね。こんな感じで一部抜粋が学部学科ごとに公開されています。これに関してはこちらの URL から各学部学科の就職実績ご覧いただけますので、こちらからご覧いただければと思います。こちらの URL は概要欄に載せておきます。次に弘前大学の評判についてですね。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。1つ目、広大なキャンパスと。これね、キャンパス非常に広いです。ただまあ広いと言ってもキャンパスの広さランキングで上位には入っていないので、学生数を考えるとキャンパスの広さは十分かなというところですね。2つ目、駅からは遠いと。これね、立地があんまり良くなくて、徒歩の場合最寄りの弘前駅から約20分かかるんですよ。これはね、正直あんまりアクセスは良くないですね。バスでも15分かかるので。3つ目、施設は充実していると。弘前大学国立大学ですし、比較的大きな大学となっているので施設設備は充実しています。こんな感じで施設設備に関しては画像と内容を詳しく解説されていますので、こちらの URL からご覧いただければと思います。これね、読むの結構面白いですよ。まあ、実際に行ける方は実際に行ってみるといいんですけれども、青森県の大学なのでなかなか遠方の方とか行きづらいと思います。そういった方はこういったものを見てみると面白いと思います。はい、この動画では弘前大学について解説しました。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。次回は信州大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。